皆さんお疲れ様です。10月の練習会を始めていきたいと思いますが、今日は、こちらお隣にいらっしゃいます LPGA ティーチングプロの島抜きゆきプロがですね、東京の S スタイルというスタジオから飛び出して今日ゲストコーチとして招いております。よろしくお願いします。島抜きゆきプロはですね、ご存知の方もいるかと思いますが、スパルタ塾で有名だった坂田塾というね、出身で今の、技術を支える凄まじいドリルがたくさんあったということで、まあ皆さんにはですね、そのスパルタ塾の一部の、まあ、ドリルを今日は体感していただこうということで、これはあの坂田塾時代に塾長が来た時に全員塾生が集められてやる練習法なんですけど、トップで私がいいっていうまで止まっててほしいですよね。止まっておいた状態で打てって言われたら打ってほしいです。そこからまずハーフスイングでやりましょうか。ハーフスイング、はい、こんくらい、はい、私の気分によるんでね、この長さに関しては打て、おーいいですね。どうですか、やってみて。きついっす。打ち急ぐ方とかはやっぱり効果的だと思いますね、うん。まあ、要するに切り返しがいつでもできる準備をしとけよっていう、そういう動きになってるかどうかっていうことですね。そうです、そうです。フルスイングになると難しいんですよね。そのうちあの太ももとか、うん、いろんなとこプルプルしてくるんですけど、だいぶもうプルプルしますよ腕はもうちょっと待ちましょうか、うん、だんだんね、どんな形で上げてるのか分かんなくなって。打て、おいいですね。だんだんあのこの辺の存在が薄くなってくる。分かんなくなりますよね。あれ今どんな形になってるのかなって。ちょっとしかもこうフラフラし始めるんですよ、うん。今のは何点くらいですか。まあ、もう85点。あ、本当に、はい、高い。じゃあもう一回だけちょっとやりますんで、はい、皆さんも後で覚悟してください。まあ、ちゃんとやったらちゃんときついですよね。めっちゃ苦しいからね。トップって一番ね、本来苦しい場所なんで。お腹も腕も右ハムもお尻もめっちゃプルプルしてる、はい。大地さん、ちなみに好きな食べ物は。エイヒレの炙りです。エイヒレの炙り、打て。あ、いい、一番いい球でしたよ。エイヒレの炙り打ちでしたね、はい。ということで、はい、これがまあどれくらいよくできてるのかって僕もちょっとわかんないですけど結構存在が薄くなってくるのと、まあ、自分自身でどこがきついかをより鮮明に確認できると思うので、うん、まあ、これを全員並んで先生の掛け声で打つっていうのをやってみたいと思います、はい。7番アイアンでいいですか。7番でいいです、はい。じゃあ皆さん席にセットしていきましょう。はじめ、軸がね、この時点でブレてる方、多分いい球打てないと思う。この時点でブレてる方はもうおしまいですというです、はい。あ、だいぶきつくなってきます、この辺から。いいですね。みんな微動だにしない。あ、いい、それぞれなんか連続写真みたいになってる。打て。おお。パラッパラでしたね、球。一人くらいうまくいったね、うまくいったね、今ね。おお、さすが。はい、第2ラウンドいきますよ。はい、始め。ちょっと広角モードで。どんなミスが出たかも覚えておいてくださいね。どんなミスが出たか覚えとこう。いいね。手下がってきてないですか。頑張ってくださいよ。癖が出ますね。打て。おお、さっきよりいいと思う。でもこれでやっぱり打てそうなトップしてる人、そうでない人、ちょっと差が出る雰囲気ありますよね。いや、そうだと思います。はい。そこがスイングの安定感につながってくるということですね、うん。軸ブレね。はじめ。さあ、ちょっと工夫してみてください。当たらなかった方は。当たりそうなトップ。塾長こんな気持ちだったんだなって今なってます。打て。ああ。バラバラでしょ。どうですか。どうですか。さあ、じゃあラストもう1セットいきましょう。こっちの方コロコロっていう感じの球が多いですね。はじめ。
こうスレーしてるとね、多分腰痛くなってみたりとかすると思うんですよ。あとでそこはチェックしてみてください。心なしか1回目よりいい形に見える、うん、重心の位置も初めと変わってないですかね。打て、おお、あ、いい、なんかおお、だいぶ今のまあまあこっちの方良かったですね。皆さんやってみての一言の感想をもらっていいですか、順番に。まあ体勢がきつかったのもあるんですけど、なんかトップでずっと止まってたらボールとの距離感が分からなくなってきて、どこにクラブを下ろしたらいいかっていうのが分からなくなったんで、逆にうまくいった時はなんかトップが決まってるというかぶれてない時が多かったんで、まあ普段多分ここで不安定になってるんだろうなっていうのが分かりました。そのターゲットにロックオンしてる感じがあるとうまくいく感じだね。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりクラブの存在がいなくなっていっちゃうので、なんかいつもはここら辺にヘッドを落とすっていうイメージをしているのがなくなっちゃうので、自分の中で叩くイメージがどん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 薄くなっていくので、まあ、やっぱりその形をもうその時点でやっぱりちゃんと作って体を回すだけで、まあ、球を捉えられればいいのかなっていう、ちょっと自分の中の持論というか、まあ、そういう風にした方がいいのかなというのは感じました。おそらくこの止まってから手で打つっていうことが非常に難しくなるから、体の動きとしてどう戻せてるかの精度がいい当たりに直結する。はい、そうです。4回やったうち最初の2回はあんま当たらなかったんですけど、で最後の2回は、まあ、ある程度打てるようになりました。で違いは、最初の 1,2 回はきつさが結構腕のきつさがこう印象的に残っていたんですけど、でうまく打った時はどっちかというと腹筋というかこう体のコアに近い部分が辛いって思って出る時の方が意外に当たったなっていう、まあ、そういう印象があって面白かったです。はい、じゃあ始め始まりました。始まりましたよ。まだまだいきますよ。個性が出ますね、やっぱりね。打て、おー、ランダしました。さあ行きましょう、2セット目はじめ。打てそうなね、トップの形にアレンジしていきましょう。徐々にどこがきついかしっかり意識して、前傾崩れないように。さっきトップしてる人多かったですからね。足がきつくなってる方がいい当たりしやすいですよ。お、さっきよりだいぶ改善された。いい感じ。だいぶ長くなりましたね。だいぶちょっとさっきの感じよりもね、さっきのチームよりもだんだん長くなってる感じです。でもいい球ですね、皆さん。そうそうそう、はい、やせさあ、あと2回いきましょう。あと2回きつくなるところがね、だんだんお腹とか下半身になってくると理想的かなっていう。体の動きでしか打てないですからね、手で打てないですから。はじめ、これでこう当たってない人は多分普段当たってるのはたまたまって思ってもいいかもしれないですね。厳しいお言葉、はい、なんかみんなお上手って聞いてるんで、うん、ですね。かっこいい石川遼君みたいな抵抗。うん、なんかさっきよりもトップいい感じですね、みんな。打て、はい、おー、うまい、うまい、うまい。さあ行きます、はじめ。うまく省エネにするところは省エネで、張りがあるところは張りがあって。みんなでもトップ綺麗、腕下がってないですか？前傾起きてないですか？気をつけて。長、打て、おお、うまくなった、うまくなってる、うまくなってる。これ最後皆さんもう一球だけ、もうちょっとあのショートバージョンでやったらどんな感触になるのかやってみましょうか。あれ一応止まるんですけど、うん、早めに打てを先生に出してもらって、はい、今だいぶ最後はあの良くなった人が多くなったように見えたんで、うん、まあ、これでこう通常のテンポに近い感覚で打ったら、うん、だいぶ精度は上がってきたんじゃないかなという、その力のため方バックスイングとして。さあ行きますね、じゃあ、はじめ、打
打て。おお、うまい。パチ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 。はい、ということで、感想男女それぞれ代表して一人ずつ。コツ、下半身をこう固めて腹筋に力入れる。で、指導の時もそこをお腹から力入れる。はい。いいことに気づいてますね。はい。女子チーム、じゃあこっち誰か。トップ上げて待ってる間になんかもう何したらいいか分かんなくなっちゃって全然なんかもう打てる気がしないみたいな感じになっちゃったんで普段の練習でちょっと取り入れてやろうと思います。うん、いや本当に良かったですね。なんかみんないい球、こっちのチーム割と打ってるように見えて。どっちチームの勝ちですか？ B ですね、 B チームで。はい、やっぱこう素手してる人とかを体重移動でこう打ってる人とかはやっぱ苦手な練習だと思うんで、腰が左右に揺れないように、それこそ腹筋、太ももですよね、そこら辺に力入れてそこから指導していくっていう、ここは本当いいことに気づいてるなと思うので、ぜひやってみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。